この問題はですね盲点をまさにつくいい問題だと個人的には思っているんですけれどもあのこれ答えを絞るための最大のポイントはここだったんですよここ3なんですあのもちろん複数形であるということも大事なんですがそれ以上にですね The Three Jackets ということで 数がね、2ではなく3以上であるということがこの問題に答えるための大事なポイントだったんです。もちろん意味の観点から見たらですね、意味の観点から見たらロバートさんははいこの3つのジャケットのどれも選びませんでした。not any ですから、not any ですから1つも選んでないんです。でそれに対する理由として選ぶので、あのー、なぜならばこうだからですよ。 まあ今回の場合はこのノットはここまでしかかかってないと見るべきでしょうね。となった時に、はい、He found 何とかサティスファクトリーああだったらこれボースを選んでしまったら、えー、っとどれも満足いくものだということが分かったのでどれも選びませんでしたあ,あ何のことってなりますよね。で either of them はあこれも肯定部のイメージだからみたいに考えていったらニーザーか何かでもここで止まっちゃうんですよ。 でもね実はあの1番2番3番というのはこれ間違いなんですがそれはなぜっていうとこの3以上という言葉と、はい、3三つ以上のものの中から選ぶということと Both either, っていうのがポイントなんです、はい、根拠は何っていうとこれらね実は2つの状況でしか使わないんですよ。あの Both either, を使ってしまった瞬間に、はい、実はこれって数としては2なんです。 でも今回の場合は3以上なんですよ、まあ、以上っていうのは今回3ぴったりですけれどもあのとにかく2より多いいい場合っていうのはどれも使えないんですねあのこの辺ってあのなんかりょボースなんかもね両方って覚えてたら両方っていうのは数としてはいくつですかっていうところまでちゃんと押さえておかないともう表面的な意味しか押さえてなかったらこういうところで足元すくわれますから気をつけておきましょう。